吉川県政大正9年1月10日は、日本の官僚、政治家、阿波国大江郡山川町出身、父は原田民部、栄天は、ジュニー、訓一等伯爵、官僚時代は、反発の後ろ盾がなく苦労するが、銀行制度の確立に貢献、山形ありともに認められて政界へ進出した、東京府知事、貴族院議員、司法大臣、文部大臣、内務大臣、 定信大臣、数密院副議長を務めた、男子に恵まれず、四女の鎌子に、死尺、曽根荒助の次男を、婿養子にとって家を継がせた、三女の富子は、藤田財閥二代目、藤田平太郎妻、旧徳島藩主から維新後新政府に入る、明治五年に、大倉昌子兵が知ら、同十五年に、東京府知事に就任する、山形有友の側近として知られ、 明治23年に第一次、山形内閣で文部大臣に就任した。この際、明治天皇は、吉川には人気がないとして、就任に難色を示したが、山形が説明を行って、就任にこぎつけている。在任中に教育直後の発布に尽力した。明治24年、第一次、松方内閣でも文章に留任。退任後に、宮中顧問官となった。明治十六年、 第2次、伊藤内閣で、司法大臣に就任。続く、第2次、松方内閣では8日間の間留任し、清浦慶吾に後を譲った。間の明治27年に、文部大臣を臨時兼任。明治29年には、内務大臣も兼任した。明治31年、第3次、伊藤内閣で、内務大臣に、再び就任。ついで第2次、山形内閣で、 定新大臣に就任。この年、死者に助舎されている。明治34年、第1次、桂内閣で、再び定新大臣に就任。その後の改造で一旦政府を去るが、明治37年には、内務大臣として内閣に復帰。明治40年、日本下流病予防協会設立に伴い、初代会長に就任。同年9月21日、 白尺に昇釈したため貴族院死釈後選議員を失職する。大正元年には、数密院副議長に就任するが、大正6年に、夫のある四女の鎌子がお抱え運転手と不倫の、挙句に真珠未遂事件を起こすという終文で、数密院副議長を辞任せざるを得なくなっている。この間、大正4年には、南洋協会設立に参画し初代回答となっている。大正九年、 人造園のため79歳で死去、将棋を愛好しており、福沢諭吉、森有則、服部金太郎らと共に、名人、小野五兵の講演者であった、異界勲章等外国勲章拝様隠居、ありがとうございます。